何をやろうよ。<laughs> 何をよ、何言ってたっけ。<laughs> え、なんか、そう、いろいろね、風のさささらぎをね。せせらぎっ?。せせらぎも風では言わんわ。<laughs> 全然違うわ。頭からケツまで違ったわ。<laughs> すごいな、三回。<laughs> もう一秒で三回ミスる女。で有名なギュンでございますけど、ね。け<ー>うん、なかなかないから、一秒で三個間違えるってね。 ギュンさん。はい、何ですか、何ですか。ギュンさん。何ですかギュンですけど。<laughs> そのギュンですけど。ギュンさん。ですちょっと今日のラジオはパパッと行かないとあ。あ、そう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 。パパッと行かないと。またまた二の前になるんでねまたまたですよ。幸い前回のあれですか。はい、まあ今回もねあのカメフェスの出演者を紹介していきたいと思うんですけどもそうですよ。 だからもうパパッといかないとい。前回無駄話ばっかりで。前回本当に3割か4割か本当に無駄話で。マイナステープの尺がね、<laughs> ちょっと短くなってしまって申し訳ないんですけどね。そうなんですよ。はい、えー。今回のね、出演者発表。犬、はい、人間ニョンズ。犬人間ニョンズだ。犬人間ニョンズ。出ましたな。はい。京都。出ましたね。京都の。彼ら、あれなんですよ。全、違うわ。皆勤賞なんですよ。なんと。 覚えてます最初のカメフェス意外とそうですよね最初は遠隔でしたけど、ね、遠隔やったんですよ、うん、あのー、リモートでや,やったんですよねうもうそ,そもそも配信が配信やったんですよ初年度は配信しかできなかったというね一番やばかった時期今思え <laughs> 今思うと、うん、でかつニョンズは それでその中でも遠隔やっ,てた,遠隔やったね。京都から。そうやっぱね覚えてるのはねあんまくそのあんまっていうか彼らライブやんライブやんか、うん、配信してなかったよねほぼ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 の配信をなんか、うん、なんかしてなかったんやけども、うん、いやもうこれは仕方なくみたいな、うん、仕方なくいい意味でのなんかまあこれはっていう感じで。うん 乗っっかてくれたそうなんだから彼らとしても初めての試みでこっちもさんていうんや自分らの配信をただ載せるだけやったら当然やったことあったし分かんねんけど一回だからブリッジするわけそれがちょっと不安やったけどまあなんとかなったかなっていう。そこに関しては 何も分からへんからね。そりゃそうでしょう。<ん>まあ俺と安部ちゃんで。そうそう。ほんまに。ういことやりました、ね、うちはもう横で二郎ラーメンでも食おうかなぐらいの。二郎を食うな。感じで。二郎を食うな。な、ま、他のラーメンならまだしも。わざわざ二郎を食うな。<laughs> 食ったことない二郎をそこで初めて食べようかなぐらいのことしかできなくて。<laughs> ほんま、んま機会に関してはほんと二人で。 ね、なんかあれしながらでニョンズともあれしながらね,、うん、ねやってくれてそれが初年度で去年もしっかりとね、うん、あの遠征バンドでやっぱこう、あのー、気使うわけですよ遠征で出てくださいよって気軽にやっぱ言えない、うん、気軽にこんなに言えんのってニョンズぐらいやからね、うん、気軽にっていうかなんか別にそ,そんなん抜きにして、あのー、いや出てほしいし。 声だけかけさしてっていう感じの誘い方をしてるような仲だから。うん。もうそう。とりあえず。そうそう。なんか言うたら、オファーってラブレターっていうの分かるなんかうち、誰かが言い出したのか、うちが言い出したのか分からへんねんけど。分からへんねんうん、それは分からんねんけど。うちはやっぱ、そうなん絶対出てほしいバンドには、無理って分かってても、いや、この気持ちだけは伝えたかったんですっていう感じで、 オファーはしたいのでも、ニョンズのも、もう、拓郎もいつもそんな感じで、絶対に無理って分かってんねんけど、うん、でも、声、ボイラーには声かけたいから、うん、ダメ元で誘わしてみたいな感じで、うん、なんか、行けたら行っちゃうやっていう感じやから、うちらも危うい、うん、すごい、素晴らしく危うい関係性なんですよね。行けたら行ってまうやん、そんなもん、みたいな。<laughs> ボイラー全員がそう。なんならギョロも本当にそのタイプやから、うん、いけんな、これ。いっちゃうか、うん、みたいな感じになるのが、やっぱニョンズなんだよね。で、向こうのそのサムライロックフェスも、うん、うちの,あの亀フェスみたいな感じで呼んでくれててね、ほんと毎度。そうね、うん。なんか、まあ、仲良しやね。前の、前回のショーンの言葉を借りると、 大好きですね。<laughs> <laughs> 大好きやし、ニョンズもめちゃめちゃ多分、ボイラーのことが好きなの。最近、別、まあ分かってたけど、いよいよ分かってきた。うんうん、あんなことないもんた。たっかんが窓に張り付いて、<laughs> ずっと切ない顔で手振ってくることないもん。うんうん、たっかんが何やって思ったもん。一番。 まあまあ分かりやすくその感じを出してくるのはたさのさひなねとたくろうはさすかしよるからもう別にみたいな何がなみたいなだけどいざなんかまあ親と子みたいな感じやろな母の日だけありがとうなみたいな感じなんよね仲良すぎてこっちが母側こっちが母側こっちが母側 まあ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 。でかい存在やと思うわ、私、本当に。なんなら、マイベストテープと出会うまでは、うん。ニョンズしか友ばじらんのちゃうっていうぐらいの、そこまでの中って。まあ、現役でや確かに絡むのんで。それぐらい。そう。あやうん。あとやっぱり、その、お互いのメンバーだったりやったり、うん。なんかしら、やっぱ見てきたもんな。ニョニョンズは。 ガラッと変わってるからね。出会、うん、っ,ったとと。そういえばって感じで。ケチュタクロウしかおらんからね。<laughs> そうやんな。モンキーコーちゃんから見てきたからな。うくちゃん、荒井くん。<ー>うん。なんか、もう一人ぐらいおったっけぐらい忘れてるもん。もなんかギターもう一人ぐらいおったような、<laughs> みたいな感じなぐらい。<laughs> うん。でも、なんか、すごいところはやっぱり、 誰が抜けて誰が入ってもずっと変わらんのよね、ニンズってうん、そう、ねうんずんそれはなやろ、拓郎のやっぱり安定感もあるし、拓郎へのリスペクトがずっと変わらんっていうのが、そういうことかもね、それはそうやな。うん、と思うよでやあの、こんなことあんまり言うたらあかんやけど、やっぱ、拓郎って頭ええやん。<laughs> ごめんな、これ。<laughs> いや、でもみんな知ってる、ね、あ知ってるよな。ななんか そういうい、うん、まあまあいい,いいことやから別に言うけど、うん、いろいろ。はたもええし起点もき早いしなんかそういうところでのリスペクトもあるやろうし、まあ、シンプルにやっぱねうちが見ててもやっぱ曲がいいからな、うん、めっちゃ好きやからな曲っていうか歌詞も好きやし歌詞が好きなんかもしれんやっぱそういう自然とさそういうところの曲が好き ク郎が好きっていう人が集まってきてるやんにょんずって抜けたとしてもだからいいんやろないつもいつでもそう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 あってかうん面白いよねメンバーからコロコロ変わってんのに一致団結感が常にある感じそうそうそうなのよずっとなんか目には見えへんけどずっとくんでるようなイメージ。 あのあれなんていうのあれエンジンみたいな確かに、うん、ずっとそんな感じなんかそのさ日本ンズって多分実際もその私生活面でも多分しょっちゅう一緒に遊んだりしてるしう、ね、そうなんよねだいたい一緒におるイメージだいたい一緒におるやろな、まあ <laughs> まあ、なんかなんならめっちゃ仲子もええやろうけどその分喧嘩もしてんやろなぐらいのまあそうやな仲良さやなっていうのはすごいもう知らんけどそうやと思ううん。 日常なななんやろなバンドがうん,、うん、なんかその意外とそこまでずっと一緒みたいな感じのバンドっていない気がするけどほん,ん,んまに友達の集まり近所の集まりみたいな感じするの実際近所なのかだからまあ家とか集まりやすいのかいやでもそんなにめちゃめちゃ近所でもないんじゃないい、すドラムが特に多 <あ>ね、そうかケント離れてんのかそうん、大阪やっけ確かに知らんけど知らんやんわりしたやんわりしたけそれも前のケンちゃんとも話した内容がちょっとどっちがどっちやっけみたいな <laughs> とこもあるのよ今本 <laughs> で思い出したそうやケン,ケンちゃんもいたわっていうそうだ、ね、うんでもなんかまだケントもケンとあいつツッコミどころめちゃくちゃ多いからなマジでいやそうこ,これ以上増やすなよっていう タクロだけで十分やし、なんならひなねもいじりたいし、ほんで最強なタッカンがなんか、あ,あれやし、うん、まだおるんやっていう。うん、だから、全員のことが好きってなって、ようやく大好きやん。バンド。うん、マイベスみたいなもんで。うん,う,んうん。うん。うんマニ全員好きやな。どんだけメンバー変わっても、おもろ不思議やな。<laughs> な,んなんやろな。 なんかシンプルにええやつやねみんなええやつやなええやつっていうかか嫌なやつっておるんこの世にいる絶対おるんやけどうちの周りにおらんな周りにはいないやっぱ避けてんねやろなそらそうです向こうも避けてると思うし向こうが避けてください嫌な人は寄ってこないでくださいそれは寄ってきてほしくないんかそんな感じです はい、そんなバンド,バンドです。ンンンうん、なんか割と内面やったキャラ、キャラクターの話ばっかりしたけどね、曲とかは。あのー。わからん。六、六畳一間パンクみたいな感じですかね。うん、そうですね。豆電球が、スポットライトって感じの。そういう。バンドだから、まあ、心に刺さる人もおると思うし、とにかくライブがいいんでね、うん、ぜひね、あの、見てください。そして、なんなら、あの23、二十三日京都なので、胎盤なんで、絶対見に来てください。うん お願いします。お願いしズとは今年カメフェス、そしてえっと透明半もマイベストテープと四ズとこの三曲で回るから、あのめちゃめちゃめちゃくちゃ熱いですよ。もうえらいごちゃがっつり絡む感じになります。スリとえらいことしたいと思いますんでね、チェックしてください。お願いします。はい、あほな皆さん、バッサからさささ。